はい、どうも皆さんこんにちは。有弱代表の佐藤です。本日私は有弱木沢オートキャンプ場の方に来ております。はい、というわけでね、以前の動画でアウトレット品をキャンプ場で販売しますよっていう動画上げたかと思いますが、皆さん覚えておりますでしょうか、というか見ていただいておりますでしょうか。まだ見てない方はね、こちらに動画貼っておきたいと思いますので、ぜひこちらの動画先に見ておいていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、今日はですね、そのうちの、アウトレット品というか、アウトレットでもないんだな、これが実はお蔵入り品とでも言いましょうか。はい、そういったね、お蔵入り品っていうものがね、実は結構あったりするんですね。はい、で今私の目の前にあるこいつ、はい、これも実はね、そのお蔵入り品となった商品の一つでございまして、実は弊社でね、以前焼き鳥スタンド、焼き鳥コンロなんていうね、 A4 サイズのバーベキューコンロ、今多分この辺に画像が出てると思うんですけれども、はい、こういったねバーベキューコンロを販売していたことがございました。はい、でその、大型バージョンが欲しいよっていうことで、作った製品が実はこちらであるんですけれども、実はこれね、世に販売する前にお蔵入りとなってしまい、生産もねもちろんされることがなく、でも一部の商品だけ実はロット生産してしまって、何台ぐらいだったかな、300台か500台かぐらいを作ったんですよ。で、その作ってる時にあまりにもこの商品の品質が悪すぎたために販売に至ることなく、はい、我が社のね倉庫で眠っていたといういわく付きの商品でございます。今日はねこれを紹介して、動画の後半ではねこちらを特別価格で販売していきたいと思いますので、ぜひね最後まで動画を見てみてください。はい、風強いな今日は。はい、それじゃあね早速開封していきたいと思います。ケースはねこんな感じで、実はこれねカビなんですよね。カビ、はい、カビです。長期保管してしまってるので、ケース自体にこういったカビが発生していることがあるんですけれども、ファスナーのこのチャック、品質が悪いためにだいぶね硬い、でケースもプチプチすぎる、ぴったりサイズすぎるんだよね。で開けていただくと、こういう感じで商品が出てくるわけなんですけれども、はい、見ての通りですね、表面の傷がまず多い、あまりにも傷が多い、もうバッテン印の傷なんかついちゃってますもんね。はい、これもう標準で新品の状態からついてる初期傷ってやつです。はい、とにかく傷が多い。はい、で、折りたたみ式のコンロなので、これはねこうやってね開いて組み立てることができます。それで中にはサイドプレートと、焼き網、そしてロストル、このセットがね入っております。組み立てはもう至って簡単なんでね、サクサクサクっと組み立てていただくことができるわけなんですが、サイドプレートもね入れていきます。で最後に焼き網を乗せるという感じ。はい、これでね組み立てが完了いたしました。もうこれだけですね。はい、で品質があまりにも悪いので、まずここがねうまいこと入っていかない、ここの奥までちゃんと入っていかないで、見ての通りでかなり初期傷があります。はい、なんならねここのサイドプレートのこのプレートなんですけれども、ここが外れちゃってるやつとか、あとはね1回使っただけでもげちゃうようなやつとか、はい、とにかくねいろんな不具合が実はこの商品あります。それで焼き網自体はね、ここがこうぐらつくのは仕様ですね。高さが実はね2段階に変えることができますので、ここね上の高さにしておいていただければ、ぐらつきはこんなもんで、こちらのバーベキューコンロには実はリフレクターっていうものがここね装備されていないわけです。要するに鉄板1枚の上にすぐロストルがね乗っかってますんで、この状況でね、卓上で使用すれば、例えば木製のテーブルの上なんかで使おうものならテーブルをね焦がしてしまいます。はい、ですので基本的には卓上 NG というコンロ、地面とかでね使ってくださいねっていう、よほどのことをしなければその地面にダメージを与えるほどではありませんので、ある意味焚き火台としてね使用することはできるかなというふうに思います。それでもともとこちら焼き鳥スタンドということで、こういった感じでね切り欠きがもともと入っております。スキアなんて言われる、金属の串ですね、そういったものに、肉やお魚等を通していただいて、ここにね対象に切り欠きが入っておりますので、焼き物を楽しんでいただくことはできるかなと。はい、それで一応サイズを測っていくわけなんですが、まず長さが50センチ、幅が26センチで、高さが25センチですね。結構ね大きめのコンロになっております。どちらかというと焚き火台の方がマッチするんじゃないかっていうふうにね私考えておりまして、実はこういうね長物の薪っていうのが
はい、こういう感じでね、余裕で収まってしまうからです。結構ね、小さめの焚き火台とか、まあ、バーベキューコンロとかだと、こういうね、長物の薪っていうのはそのまんまの長さで入ることがないので、でなおかつ畳んでしまえば結構コンパクトになるって、偶然なんだけど初期傷とかも多いものなんで、結局ね、焚き火台みたいなハードユースな感じで、もう使い潰す勢いで使ってもらった方がいいんじゃないのかなというね、結論に至りました。それでこちらのサイドプレートを外してしまえば、こういった形でかまどスタイルで使用することもできるんですよね。はい、で焼き網を乗せた状態なので、まあ、焚き火を使ったね、調理なんていうのにも使用することができます。まあ、そんな感じなんで、せっかくだから今日はね、実際にこのコンロ使ってみようかなっていうふうにね、思います。はい、まあ、せっかくね、火を起こしましたんで、肉焼いていきたいと思います。はい、火がくすぶってきてもね、ここから簡単に薪を投入できるんで、意外と使い勝手は悪くないね。さて、ほぼ、ま、中はレアだろうけど、ま、大体大丈夫でしょ。はい、はい、とまあそんなわけでね、こちらのバーベキューコンロ、まあ、アウトレット品というか、まあ、ほぼジャンクに近い、もはやお蔵入り品というね、コンロなわけなんですけれども、かまど的な感じで使えば薪も1本そのまんま入るし、しかも素材も地味にステンレスの430を使用しているというね、こちらのバーベキューコンロ、今後生産することもありませんし、交換用の焼き網もございません。はい、こちらをまあなんと投げ売り価格1000円でね、販売してしまおうかなというふうに思います。一度公式のユージャクのホームページ、はい、こちらの方からお買い求めいただくことができます。ただ3000円未満の購入に関しましては、送料が一律で800円かかってきますので、単体でねご注文いただいた場合は1800円が、かかってくる形となります。なのでぜひね、3000円超えるような形で調整していただければ、送料無料でね手に入れるチャンスでございますので、ぜひこちらのアウトレット品お買い求めをお願いいたします。ちなみにキャンプ場現地ではね、こちら2000円で販売を行っております。現場に来たら1000円で手に入ると思わないでください。はい、インターネット限定でございます。投げ売り価格1000円プラス送料800円、こちらでね販売を行っております。できればね、合わせ買いでご購入していただきたいなというふうに思います。数量限定、もうなくなり次第二度と生産されない商品というふうになりますので、ぜひね使い潰すつもりでお買い求めいただければ幸いでございます。あ、それと、ちょっと忘れてたんですけども、こちらの商品に関しましては一切の保証がございません。はい、まあ、B 級品ということでございますので、いかなる瑕疵があろうとも、一切の返品返金はお断りさせていただいております。そちらね、ご理解の上お買い求めのほどよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は、右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場で通知設定もにしておいてください。あとはつましてこちらですね、はい、Twitter、Instagram やっておりますので、こちらもフォローよろしくお願いいたします。あつましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。